皆さんこんにちは。今日はリスクマネジメントをテーマに学習しましょう。リスクマネジメントとは、組織がリスクを効果的に管理する手法です。例えば、プロジェクトマネジメントの分野では、予算オーバー、スケジュール遅延、要件変更が起きたとき、プロジェクトの成果物に直接影響するリスクへの対応策を考えます。情報セキュリティの分野では、万が一データ漏洩、システムのダウン、サイバー攻撃が起きた場合に情報資産を保護しつつ着実に運用するための対応策について検討します。こうした時、国際規格 ISO でも定められている企業や組織が取るべきリスクマネジメントのプロセスは、リスクアセスメントに沿ってリスクの特定、分析、評価を行い、その対応策としてどう立ち振る舞うかを判断するといった流れになります。まずはリスクアセスメントについて見てみましょう。リスクアセスメントは日本語に略してリスク査定というとわかりやすいですね。このリスク査定は特定、分析、評価のステップで進めます。例としてある企業が新規事業を検討するときのリスクアセスメントの流れを見てみましょう。リスクアセスメントの最初のステップはリスク特定です。ここではプロジェクトや組織が直面する可能性のあるリスクを一覧化します。企業の新規事業のリスクマネジメントの場合は、技術的な問題に直面する可能性があるのか、予算超過しないか、スケジュールは遅延しないかなどが大まかなリスク特定となります。次にリスク分析では、特定したリスクが発生した時の影響と発生確率を予測します。新規事業の例に例えるならば、もしも技術的な問題が発生した場合、プロジェクトは遅延する可能性があり、これに伴う予算超過が考えられます。このリスクが発生する確率とその影響について定性的、定量的に検討します。そしてリスク評価では、分析により判明したリスクが許容できないレベルであった場合、どの程度の影響が出てしまうのかを評価します。もし技術的な問題が発生することでプロジェクトの遅延と予算超過が発生するリスクが高いと判明した場合、許容度を超えてしまうのであれば、リスク対策を講じるという必要が出てきます。今見てきたリスクアセスメントは、プロジェクトが開始される前にある程度見積もっておくことが基本となります。とはいえ、突然戦争が始まった、法律がガラッと変わった、新型コロナウイルスのようなパンデミックが始まったなどなど、予測不可能なことも十分に起こり得るため、そうした場合はまた迅速な対応と計画が求められると覚えておきましょう。それではリスクアセスメントで見積もっておいた事象が実際に起きてしまった場合はどうすればいいでしょうか。ここでリスク対応策のプロセスに進むことになります。リスクの影響度、発生確率の大小に応じて対応を決めていきます。まずは影響も大きく発生確率も高いものについては回避という対応を取りましょう。リスク回避はリスクが起こる可能性のある活動を止める対策です。回避することによりリスク発生を最大限に抑えることができる特徴があります。一方でその間は事業活動もストップしてしまい、事業でのリターンを得られなくなってしまうというデメリットも存在します。次に、影響は低いものの発生確率が高いものはリスク低減という対応を取りましょう。リスク低減とは、起こりうるリスクを最小限に抑える対策です。例えば個人情報の漏洩リスクが考えられる場合、データを暗号化するという対応がリスク低減です。万が一データが漏洩してしまったとしても、暗号化されていれば本質的な情報は守ることができます。そして影響度は高いものの発生確率が低いものについては、リスク移転の対応を行います。リスク移転の代表例は損害保険です。例えば火災によりオフィスが丸ごとなくなってしまうというリスクが考えられる場合は、毎月一定金額の保険料を負担することで将来のリスクに備えます。火災が起きてもある程度のリカバリーがお金で解決できるため、損害に対して保険金を受け取る形で対応するのがリスク移転となります。最後は影響度も発生確率も低いリスク容認です。リスクの容認とは、リスクの発生を受け入れてしまうこととなります。企業は全てのリスクに対して対策できるわけではありません。
したがって発生頻度が少なく影響力も小さいリスクであれば受け入れてしまうことも必要になります。例えば企業が管理するウェブサイトの一つが古くから存在していて一定の脆弱性があったとします。この際サイトの更新作業にはコストも時間もかかり、なおかつ現在はアクセス件数も非常にわずかであるといった理由からこのサイトの更新は見送るといった判断はリスク需要に値します。またリスク対策のテーマはさらに細かくリスクコントロールやリスクファイナンシングにも分類して検討されることもあります。大枠の考え方は今学習した内容と同じなので、より深く学習したい方はこちらも詳しく見てみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価でも応援をよろしくお願いいたします。それでは次の隙間教室でお会いしましょう。